のお腹の肉が高級霜降り肉じゃん。そんなこと誰も言ってませんでしたけど、ゴーヘルゴー突き落とし事故。いやー、先生気づけよー。スタート画面に一ノ瀬さん誕生したね。もうレギュラー化しとるでないか、お前スターメン化しとるでないかって状況。まあ、確かにさ、フォーメーションにもおったもんな。ここもうここに一ノ瀬さんがレギュラーとして定着しとるような感じで配置されてるもんね。あとミスターイヤイドレベルが高いんですよね。あとから入ってきたのに他の3人よりもレベルが高い、これはちょっと期待できます。そんな感じで進めていく Day3。しけもりをクリアするっていう感じなんですけど、どこ、あ、こっちか。ここなんですよね。ここなんですが、さっきさ、イベント見たいんですよね。この、一ノ瀬さんイベント見ようかな、今日は。なんだ？ともりーんの、ともりーんのイベントを考えたら、もしかして一ノ瀬さんもなんか脱ぐことがあるのかもしれない。期待してもいいのかもしれない。くっそー、このボス勝手な、ダメージ通ってんのか。ゲームやってるね。ちょ、やめろやめろ、やべえ、スキルもねえし、全然ねえし、行った！ちょっと当たっただけで3層ダメージ、ふざけんなっての。なんだろう、昔のモンハンやんよかな。ドスファンゴの一撃食らった時 HP ほとんど減るやつ。おお、一ノ瀬か、入ってきていいぞ。事務所開けて何やってんの、いないから探したっての。ああ、まあ息抜きだ、息抜き。息抜きって割にラスボスまで行ってんじゃん。だけの時間息抜きしてんの。やり込んでんな、いいだろ、たまに一気に抜きまくっても。毎日やん、そんなことばっかしてるから会社カツカツないよ。うわ、やっべ、今の当たってたらまずかった。回復回復、ボスに向けて右回りの方が避けやすいよ。なんで詳しいんだ、マジか、なんで知ってんだ。私もうクリアしたし。マジか。くそ、先にクリアして自慢しようと思ってたのに。てか社長が事務所ほったらかしてゲームとは、先は長くないな、これ。ほんまよ。会社潰れたら、あんたどうすんの？まあ、なんとでもなんだろう。てか、いちいちうるさいな。おかんかよ。私は一応、経営改善指導と監査の目的で出向してるんだし。あ、そうか、そういう目的で来たんやな。じゃあ、見過ごせねえな。この状況見過ごせんやつやな。ああ、はいはい。さすが、朝食員のエリート様ですね。ご仕事お疲れ様です。はーい、わかりやすい日紙いただきましたって、こんなやりとりももう飽きた。幼馴染ですからね、もう見慣れた光景なんだろうな。お前ら小さい頃からこんな感じなんだろうって。それの、まあ会社がカツカツなのは息抜き以外にもいろいろと問題があるからなんだけど。なんだよ。あんたさ、わざわざ女子の亡者ばっかり襟好みして捕まえてるでしょ。確かに、もう男の亡者まだ見たことないんだよな。そういう効率悪いとこ、なんとかしたら。ロマンって言ってください、ロマンって。いいじゃんか、社長の俺の勝手だろ。男は重いし、抱えるのも嫌なんだよ。他には他にはって、男を除外したらあとは女子しか残らねえだろ。女子はいい、抱えるのも楽で腰に来ないし、何よりも柔らかしい。うわ、金も、あんた昔からモテないからってそういうことする。確かにモテないからこそこういうところでさ、発散してるようなところあるかもしれませんね。あ、だからこういうところでバランス取ろうとしてるんだ。うっせえな、いいじゃんか、女子の亡者抱えるくらい。それにうちは女子亡者専門なんだよ。今決めたけど、これが射程だ。発言がキモくなっていく。もうおさみじゃなかったらとっくにさ、近づかないようにしようってなってるところ。キモくて結構、てか喋りかけんなって、ボス戦の途中なんだから。クエストの残り時間少ないよ。だから焦ってるだろうが、僕ボスが移動している間に体勢立て直しだ。回復薬の補充して、残り少ないな、これでいけるかな。ねえやつしろ。だから気が散るって。私が彼女になってみようか。何そのライトノベルみたいな展開。おぶお、何言ってんだお前、キモいこと言うな。
る。あんたの方がキモいから言ってやってんのに。焦ってねえし、お前みたいにガキの頃から知ってるやつを彼女とかないわ。これで結構モテるんだけどな。いや、これでってか、これだからこそなところありますけど、このポーズ、このスタイル。うるせえ言ってろ。気が散るから横で体クネクネさせんな。顔を赤くしてるくせに。してねえよ。出まかせばっか言ってんじゃねえ。たく横にこんなのいたら息抜きもならねえ。望み通り仕事してやるよ仕事。お、ようやく心を入れ替えた。ミスでゲームオーバーになったからな。あそこまで追い込んどいて何やってんの。パッド、もう一つあるでしょ。私が入ってあげるから協力プレイしようぜ。協力プレイ。お前は働かせたいのか遊ばせたいのかどっちだよ。今は遊ばせたい方。俺は働きたい方。いいじゃんか。ちょっとくらい頑張ってどうにかなる経営状態じゃない。お前どっちの立場で言ってんだお前は。まあそれはそうなんだが、それに今の倒したらクリアだしエンディング見よ。しゃあね、お前がそこまで言うならやってやるよ。それでこそやっしろじゃん。あ、この話ジョーには内緒にしといてね。いやサボりやないかお前も。でもなんかおさじみらしい絡み見えたね。そしてレベルアップ、この交流の方のレベルアップでヘルスキル増えた。プレミアムパージ最大戦速のために軽量化。おい、軽量化って具体的にどこを軽量化させてるんだい。氷属性、冷凍属性であることは間違いないんやけど、めちゃくちゃ威力が高いんじゃ。必殺技級やな。いいね。よし、じゃあ行くか。メンバー増えたし、あんまレベル上げしてないけど行けるかな。しけもり、しけもりさとみ行けるかな。しけもりさとみ行ってくるわ。あ、夜食っていうさ、いろんな前にバフをかけるようなあれがあるらしいんで、アタックの方のバフかけていこうか。行くぜ。来た。さあ4人でのお仕事が始まりました。マップを見よう。あれ何これ。あー、ここまで来たいけん、ここまでしか映ってない感じね。結局あんまり見てもしょうがなかった。下ルートで行ってみようかな。あ、箱がある。とりあえず猛者撃破から、猛者じゃないな、まあゴミ撃破からいきましょう。一撃で片付ける。吐くタイプのやつをちょっと早めに潰しておいた方が良さそうな気がする。さあ問題のミスター、何やったっけ、ミスター極道じゃなくてあれ何やったっけ、名前忘れた。秒で名前忘れたんやけど、何やったっけ。俺はこいつのことをミスター何道って呼べばいいんだったっけ、忘れた。まあいいや。海岸はバフだけやけん、雑魚的にバフはもうないでしょう。あとは、まあ、単体で2ポンポンで2回でええかな。よいしょ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 。あったかい方が残った。あ、デバフかけてくるんだこの毒って。厄介やな、チーハクダイブ。よいしょ。でもデバフかけてもさすがにこの攻撃だったら。オッケー、ナイス。さあ木箱を取ってアイテム回収。これは猛者よ。はいはい、まあいいや、とりあえず。そしてゴミとの戦いがまた来ました。尋常に弱みにつけ込める。あ、一体だけでこれは楽勝だろ。普通に4体でボコボコにすれば倒せますね。よいしょい。さあ次で、またアイテムがある。これはなんだ、授業引用で攻略本テック、なんかの能力があるんじゃ。ちょっとよくわからんステータスっぽいけど、猛者も出てきた。おーっと、エッチなお姉さんの色違い来たこれ。笑い目。
なんかこういう赤い服の方がちょっといやらしく感じるのは何でしょう、何でしょう。まあとりあえず全員でタコ殴りにすればあっという間に倒せそうな気がするんで、よいしょい、いいっすね。みんな HP はそんなに減ってない。よし、このまま猛者戦闘いきましょう。アタックチャンス。あ、耐性あるな。耐性とか気にして戦った方がいいと思うけん。よっしゃ、すごい火は使った方が今回。よいしょよいしょーい。あら、一体も倒せない。あれー、え、マジ？トモリ、トモリやられたで。え、トモリそんなにボコボコにされとった？何があった？待って、トモリやられたで。そんなやられる要素あった？なんか嘘だろ。何かをミスったな俺。わ、だいぶ残った。なんか敵がやっぱ強くなってきとんな。あれー、八代もやられてる。ちょっとレベル上げが足らんな。どう考えてもこれはレベル上げがもうちょい足らんかったかな。ほらな、課長を拾えばしたがって感じじゃ。これちょっと良くないね。撤収、いちいち立った、いちいち立ってもうた。いや、これは良くないよ、これは良くない。このまま戦い続けるのに良くない感じだった。それはそうと、地獄送りをねやっておきたい。このイベントにもできたウテナって子がさ、適合色同じところがあるんで、そこに送り込むことでしょう。同じ地獄に2人以上は送り込めんのかな、そんな感じがする。じゃあ1人ちょっと余っちゃったねみたいな感じになってしまった。じゃあしゃあないな。毒吐くタイプを早めに潰しとった方がええと思う。全体いっとく。1人倒した。あーっと、手前のやつも、あーっと、容赦なく。ちょっと惜しみなくやっといた方がええかもしれない。雑魚敵もできるだけダメージを抑えた方が後々いいかもしれんけん。あ、これは単体か。単体も楽でな、全員でタコ殴りにすれば大体一旦で終わるけん。あれはボコ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 ボケ。よし、いいね。さあ次、上行って、あ、文字がおるけん下行ってにしようかな。あー、お姉さん、あれ一体ですね。お姉さん、このところで一人いたら危ないですよ。怪しい奴らに目つくれちゃいますよ。その前に僕らがボコボコしてあげます。ボボボボボボボ。うん、向こうから攻めれば俺らの方が怪しいんちゃうかなって。もうじゃ。あ、こいつらが強なかったっけ、さっき戦った時。全体攻撃を交えつつ惜しみなく叩こう。もう大体倒した。ゴミ2体残ったぐらいか。ゴミは、あ、意外とバカにできん、こうダメージを食らってしまっとるか。けどまあ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 、これでやったな。おーしゃい、おっと、次はちょっと大変そう。数多いぞ。ステージで決めるぞ。ヨラバ切るぞ。ま
ここも全体攻撃を交えつつどんどんボコボコ行こう。何を倒した？結構倒した倒した。どうだ、どれぐらい減った俺の HP、 こっちの HP。 ちょっとヤバいやつが一人おるが、こいつ攻撃力高いけんな。攻撃側に参加してもろって、あ、デバフかかっとんか HP が。ちょっとそこがちょっと痛かったんじゃ。回復アイテムもバッチリ持っとんでね、これで回復してもろって、これでいこう。よし、これでいいでしょ。よいしょい。あ、八つ代がレベルアップ。なんだイベント、ここで始まる、来るんか、もしかしてもうあれ、いや、移動。早速の出番で嬉しく思う。拙者の力も見せられ一石二鳥。効力のパラメーターが高いんですよね、この人。まだまだ修行中の身とはいえ、この程度まだ切り札のね、自分の能力上げるバフの能力の使ってないからね。いい新入社員じゃない、結構な量を相手にバッチリ立ち回ってるじゃん。まあよく言えば全体攻撃がないがちょっと弱点なところがあるかな。確かに腕は立つみたいだな。でもまあ本番はキリクだよな、おっさん。さよう、しかし拙者はおっさんと言われる年では。あ、その話前にも聞いたな。でも年齢を聞いてもらえないというね。その本番の相手はどこにいるのか、もうちょっと先に行ってみるか。長の監視対象なんだから十分注意しなさい。はいはい、分かってるって。軽いイベントがあっただけ。イヤイドのミスターイヤイドがまだちょっと HP が心持たないなみたいな感じになってますが、あ、バフのところが見つかったね。ここは入っとこう。アタックちゃん。で、敵が弱いうちに回復アイテムをイヤイドのおっちゃんに使っといて、おっちゃんか知らんけどねおっちゃんと言われるとしかは知らんけど、あれ耐えられた。3人分の攻撃できるかなと思っとったのにな、ちょっと予想外だった。やっぱゴミの戦闘能力も高まってきたんじゃまだ。よっしゃい。でここでバフをつけてもらって、何がつく ?HP オール 10%、 結構いい、結構いいで。あ、そしてキリクかな、来たぞイベントが。もうしばらく森を進んでいくと、何やら慌てた様子の男たちとすれ違った。おい、新入り、大丈夫か？あ、なんか予想外に見た目がすごいやつ来た。あのでけえ寸士は俺がいただく。リアルボンバーマンみたいな頭のやつがおる。バカおめえ、その状態で言うことかよ。とりあえずさっさと戻るぞ。くっそー。なんだありゃ。なんか怪我してたみたいですけど、ってことはこの先にキリクがいるのかもね。やり合って帰り口になったか。頼みましたよ、イアイドウさん。うん、拙者に任せよ。我が剣を存分に味合わせ。それよりさっきの奴らなんか見覚えが。うん、今のって確か騎士工業の。あ、結構有名なんかな。ああ、そっか。まあ、うん、そうだな。どうかしたんですか、八つ代さん。なんだか歯切れが悪いですけど。とりあえずもうちょい先に進んでみるか。まだまだ先か。ここでとりあえずアイテムを補給。なにこれ、もうじゃよ。目が合っちゃいました。目が合っちゃいましたね。耐性付きか。全体攻撃を交えながら、一体分の攻撃を甘んじて受けるしかないか。受けたくないやつだったわ。
それは全体攻撃の毒地吐くタイプのやつだもんな。厄介やな。HP が全体的に減ってしまう。それほどでは。そんなに減ってはなかったか今。ちらっと見たけど。そうでもないかな。八代が若干目に見えて減ってる感じ。結構長いなこのマップ。おるんかな。そろそろ。おお、なんかやってる。ないけど数が多い。くそ、そっち行ったぞ。おーっと、数でかかりよる感じですねこれ。援護、援護頼む。おい、大丈夫か。たくさん切れるのは嬉しいけど、さすがにこれだけ来られると鬱陶しい。戦国無双みたいになってるやん。しばらく先進むと大勢のまあさっきの従業員とキリクが戦っているところに出くわした。お、やってるな、うん、やっぱり騎士工業だね。ああ、先に取られちゃったか。いや、なんか手こずっとるみたいやな。ちょっと騎士工業との戦いでちょっと消耗させてからキリクを漁夫の利益そうな感じになってますから、むしろ好都合な感じの展開ではありそうな気がするけどね。手柄、倒したもんの手柄やからな。それまで頑張った功労じゃなくて最後にとどめさせたもんの手柄やからな。ラストアタック賞がもらおう。ちょっと出遅れちまったか。やっぱこんなおっさんほっといてでも出てくるべきだった。拙者いい。確かに攻略面ですごい功労者なやつですけどね、これ。居合堂さん。ん？誰？誰かと思えば、八代くんじゃないか。初めて見るやつ来た。あ！ジャズさんかな？お疲れ様です。いつもお世話になっております。あ！八代じゃん。来るのおっせえし。ゴズスかな？どうせお前らの目当てもあの女だろ。先に僕らがもらっちゃったもんね。はいはい、おめえは呼んでねえからあっち行ってろ。なんだぞ。ねえ兄貴、こいつら。うん、兄弟っぽいな髪の色が。ちょっと黙っててくれるかな、ゴズくん。ゴズでええんやな。悪いね、八代くん。ここらで仕事してたうちが先に見つけちゃったけど、本当運が良かったってだけでさ。仕方ないけどこういう時は。一ノ瀬主任。ええ、業者同士で案件が競合した場合は先に手をつけた方が優先されますよ。あ、そうなんじゃ。じゃあ漁夫のリードが無理で。そういうことだから。手を引かなあかんのかこれ。いえ、ジャズさんが謝ることじゃないっす。ざまあ、お前らはそこで指くわえて見てな。そこらの業者ならワンチャン漁夫のりあるかもだけど、業界最大手のうちがミスるわけないし。おう、わかったよ。指くわえて見てるわ。お前らが全滅するところをね。お前らが全滅したところで俺らが漁夫の利もらうからね。離れた場所ではまだキリクと騎士工業従業員たちが戦いを繰り広げている。大手なんやな。しかしやられてるのは騎士工業ばかりだ。とはいえ少々損失が予想を超えているような。ゴズ君、監督の方は大丈夫かい。任せてください。おい、こらお前ら、どうなってんだ。捨て身で倒せ。あんまり良くないタイプの監督っぽいですけど大丈夫ですかね。采配がうまくいってないじゃないですかねこれ。まったく世話しなくてすまないね。それじゃ僕もこれで失礼するよ。いえ、大丈夫です。捕獲頑張ってください。話を終えた八代たちは集団から少し離れた場所で落ち着いた。さてこれからどうするか。せっかく森まで来たんだし、もう少し亡者探す。そうだな、化石なしじゃまずいし。それよりさっきの人はどなたですか。あれ、今回キリクと戦わん感じなんかな。ああの人は騎士工業の社長でジャズさんだ。社長さんなんやな。同業他社でライバルではあるんだけど、あの人はちょっと目をかけてもらっててな。他にも仕事を紹介してもらったり、まあいろいろだ。なるほど、今の立場からしたら頭が上がらないってやつか。なるほど、そういう関係だったんですね。あとあのちっこいのは。ちっこいの言われてる。あれはジャズさんの射程なだけのクスガキだ。覚えなくていい。お口悪々でしたもんね。そうだね、あんまり監督としてうまくいってなさそうに見えましたけどね。さてそれじゃあ俺たちも行くか。だるいし、おっさん一人で定時まで働いてもらおう。
じゃあ俺ら今回キリクと戦わん感じか。つまんねえな。気の済むまで殴らせろ。これはどこ吐くタイプをさ優先的に潰したいところ。全体攻撃も使って。よし、毒吐くタイプ潰した。これはでかい。単体攻撃も痛いっちゃ痛いんですが、何より毒吐くタイプ。あれちょっと何、プレミアムバージ使えるようになってる。でもまあ今は使わないでええやな。どん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 。よし、ちょっと HP がやばいんですけども。あー上行けば行けば、もうじゃおるで。ミスターミスターミスターミスだけど HP バフアイテム装備手に入れたっけ。まあよしとしようかな。あーまたもうじゃ出てきたね。それでもやれやれと。地吐くタイプを倒したいのはやもやもなんやけど、どっかで回復しておきたいな。一応瀬さんの時にちょっと回復アイテム積んどくか。八代を回復で、いきなりすごい火で、よしこれでいこう。あー地吐くタイプ残ったか。これ全体攻撃打ってほしいな。あとりあえずこれで倒したが、ちょっと HP 無駄に減っちゃった感はあるかな。さあ猛者戦。あー数多いな。またこれまた厄介やな。全体攻撃で生ゴミを一気に減らせそうな気がする。じゃあトモリの時で八代にもう一回回復アイテムを。あーだいぶ残ってる。あー3体攻撃はさすがに痛かった。だいぶっていうか1体も倒せなくない。攻撃配分は明らかにミスってる。これはミスった。ともりん、さすがに回復とかかけたらまずい。わあデバフが痛い。デバフがきつうかかりすぎとるっちゃう。これやば、全然削れてないで。王者を倒したはいいんやけど、やべえ全然削れてない。予想以上に削れてないんやけど、こいつやばいって。アタックマイナス 30% のやばさよ。減らん。やば、マジか。フロッピーやってよかった。フロッピー買っとったんよ。やり直せるっていうフロッピーっていうアイテムがあってね。ちょっと高かったんやけど、1個買っとけば、いや買っとけばよかったね。あれそもそも何のせいで俺はあんだけデバフを食らっとったかって考えたら、こいつじゃなかったっけ。この蝶々がデバフかけてくるんじゃなかったっけ。この蝶々をもとにかく全員でタコ殴りしとかなあかんのちゃうかな。倒した。そうじゃない、倒したか。あ、倒したよな。オッケー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 。これやこれや、この蝶々を優先的に倒さなかったらあかん感じのやつだったんじゃわ。でも HP がやばいな。全員でアイテム飲みまくっとこ。全員を一気に回復するようなアイテムがあればよかったんですけど、
こうかな。ちょっと落ち葉使っとこう。あんまり回復した意味がなかったような感じのレベルやな。もうじゃわえんじゃわ。もうじゃわ後回しでいいよな。これでいこう。これでどれだけ倒した？よっしゃ、全員倒した、オッケー。あれ、全員倒したか？ちょっと残っとる。飛び跳ね方が分かりにくいような、どこまで倒したか。てか、普通に刀ってないか、敵全員が。気のせいだろ、オッケーか。いや、一体残った。いや、倒したか？倒したろ。え、だから分かりにくいんやって。もう飛び跳ねすぎてどこまでが倒れたか分からんのやって、これ。飛び跳ねすぎてさ、どこまでが倒したやつなのか分からんって、これ、パッと見で。倒したけど、二人しか残ってない。あー、でもクリアはクリアか。よかった。今回、キリクと戦う話だったんじゃ。あー、ははは。当時こいたけど、こんなの大したことねっての。まさか入社初日にミスっちまうとは。ああ、すんし。歩いてると、繋がっている他の通路から何人かの話し声が聞こえてきた。ん？声？やべ、会社のやつらか。拙者、キリクと切り結べなかったのは残念至極。そうだな、キリク用のおっさんだったのに無意味だな。クビでいいか。当たりが強すぎる。まあまあ、私はとても助かりましたし、このままいてもらいましょうよ。そうやな、攻撃力が高いけん、この人。全くしゃあねえな。ま、戦力にはなるからな。ジャズさん、もうキリクと蹴りをつけた頃かな。てか、やれたかな。あー、なんかこの展開だと損傷がでかすぎるけん、撤退した感が感じがしそうやけどな。失敗したかもしれませんよ。まさか、あれだけの大人数だし、そんなことねえだろうよ。その話をしていると、他の通路から騎士地工業の連中が姿を現した。それが、そんなことあったんだよね。ですよね、そんな気がしとった。ジャズさん、それにゴズ。ついでみたいに言うな。うるせえ、呼んでもらったとき感謝しろ。それよりジャズさん、今のはどういう？最終的に取り逃しちゃってね。結局ノーゲームだよ。ああ、まあうちの損害を考えるとノーじゃないんだけど。むしろマイナスの方がでかかった感じか。キリクのやつ、単調な消耗戦に飽きたとか言ってどっか行っちまいやがったんだ。追っては見たんだけど早くてね。もう森から出てしまったのかな。また違う場所に行ったんじゃ。何にせよ、また蝶の報告を待つしかない。目撃情報があれば全体連絡が出るだろう。はい、そのはずです。じゃ、こちらも大きな仕事があるんで、そっちを優先だ。いいな、仕事がたくさんある企業っていいな。大きい仕事ですか？そうそう、それなんだよ八代くん。あ、そのことで君に相談しようと思ってたんだ。なんだ、結構美味しそうな話ですか？聞かせてください。共同清掃って、え、興味ないかな。そんな感じのことも起きるんじゃ。兄貴、まさかこんなやつを参加させる気ですか？ゴズ君、社長だよね。社長、でもさっきの件、頑張ろうとしている零細企業を会社規模でひねってしまったみたいでね。心が痛かったんだよ、実際。はあ、いえ、そんなことは。それに先着優先なのは決まるですし。まあまあ、やはり業界発展のためには我が身だけを優先していてはいけないからね。というわけで、埋め合わせと言ってはなんだけど、うちと共同清掃してみない？稼げるかもよ。何ですか？何割か
手柄から引かされるとかそういう話じゃないでしょうね。お気持ちは嬉しいんですが、本当にいいんですか？うちみたいな零細企業と。さっきの戦闘でこちらの従業員が結構やられてね。ああ。その人員を補うためでもあるんだよ。ウィンウィンか。いい話じゃん。受けときなよ。はい、そういうことなら喜んで。話を終えると、それぞれ別の地下道を通って、お互いの暮らし屋へ戻っていった。おお、ちょっと面白くなってきたな、でも。さっきの話、結構でかい仕事って感じだな。それに、稼げる？へへ、いいこと聞いたぜ。もっとレベル上げなあかんなと思いました。そしてチャプター5、いよいよロボが来た。何の話だ？いよいよって何？いよいよって。翌日の事務所では何も知らないともりに八代と一ノ瀬が共同清掃の説明をしていた。もう使えなくなった感情があって、そこに最近ゴミが大量に救うようになったらしい。その清掃を蝶から吉地工業に依頼したってわけ。まあ大手だから美味しい案件を優先してもらえた。いわゆる温着ってやつだろ。そんなことないです。数が多いから最大手に頼っただけです。はいはい、そういうことにしといてやろう。おかげで俺たちもその話に乗れたんだしな。でもゴミばっかりじゃ大した儲けにはならないのでは。ところが放棄されていても、感情ってのは重要施設だ。中には設備や機材が残されていたりする。こういうものは本来町の管理下に置かれるが、今回は特別に任意で処分しても OK。 任意で処分？持って帰ってもいいってことだよ。その後売ろうが使おうが自由だよ。そんなことしてもいいんですか？ま、特別報酬的なものとして町も許可済みよ。へえ、おいしいね。なんだ、そこにあるものだったら何でも持って帰っていいのか。例えば女性のブラジャーとか置いてあっても。感情は地獄において重要な施設、何かしら価値のあるものが残されてるかもしれない。というわけで、これは清掃というより宝探しだ。宝探しですか？なんだかよく分かってなさそうな顔ね。抜けたずらずしてるもんな、お前。しっけーな、ちょっと気になるところがあっただけです。気になるところ？なんだ。そもそも干渉って何？干渉って読むやな。ああ、そっか、落ちてきたばっかなんだし知らなくて当然か。地獄絡みだしろくでもなさそうな気はしますが。亡者が攻め子を受け続けておしゃけになったら、この干渉で施設に送られて、そこで直ちに復活するんだ。あれ、そんな復活機能あるんじゃ。復活？生き返るってことですか？いや、亡者に戻る。今のお前も死んでるのに動き回れるだろ。その状態が亡者だ。だからさすがに攻め具を受け続けると活動が止まる。そうなった場合、亡者の状態を状態に戻す施設だ。へえ、そっか、すごいことできる施設なんですね。もうなんかさ、寿命が尽きたからと言って倒れさせてもくれへんのやって感じやけど。で、亡者に戻されたらどうなるんですか？また地獄送りで攻め具なんですか？監視に送られた時点で亡者は蝶の管理下になるわ。その後は？土木工事の従事とか別業者への再割り当てとかされてるらしいけど。ああ、そっちはなんかちゃんとした仕事っぽい感じがするな。私の担当とは全然違うかの仕事だし、詳しくは分かんない。蝶って言ってもいろいろあるんですね。この会社は使われてなくてモンスターだらけなのは分かりましたけど、じゃあ今の会社はどこですか？市街に新しくて大きい監修ができてるんだ。新しいと言っても数年前だけどな。ま、お前には用のないところだ。将来的には分からんけども。一生懸命働くんで地獄には送らないでください。分かってるって。今回の宝探しでも期待してるぜ。大事な頭数なんだからな。なるべく。それにしてもいい案件持ってきてくれたぜ、ジャズさん。金欠だったから本当助かる。それなんだけど。なる、どうした？あの人キリクとの戦闘でだいぶ損害が出たって言ってたでしょ。
まあ端的に言えば人員不足なんだろうけど、こっちの頭数を梅雨払いに考えてたりして。はあ、ジャズさんはそんな小細工をするような人じゃないさ。善意善意。まあそっかな。頭数って言っても4人しかいないし。でもあの干渉はゴミが増えすぎてかなり危険性が高まったから今回の超案件になったの。それだけはちゃんと覚えておいて気をつけるように。おう、わかったわかった。と、またいつもの呼び出しか。こんなとこで油売ってる場合じゃなかった。ほんと呼び出し多いですよね。忙しそう。それなって超職員なんだから当たり前だってば。社畜社畜。じゃあまたね、二人とも。あ、お侍さんにもよろしく言っといて。さてと、俺もちょっと出てくるか。どこか行くんですか？まあでかい仕事だしな、いろいろと道具を揃えておきたいですよね。ちょっとアイテムがもうちょい欲しいわ。許さないから。とんでもない叫び声が上がってますけど。変わってくない。ダメー。これで満足。あ、まだなんかイベントがある。もう少し道具が欲しいところだが、ちょっと金が足らんな。ここんとこの儲けもあるけど、やっぱりもうちょっと稼いでおかないとな。八代が立ち去った後、近くにあった物陰から何者かが姿を現す。ボンバーマン来た。でもまあ、ぶつくさ言ってるのを聞けたおかげで、まだ仕事の日まで猶予があるって分かったぞ。あの男の物言いからすると、早くても清掃日は2、3日だ後だろう。こっちも準備をして、あいつらを出し抜いてやる。どっかでこいつらとぶつかることもあるんだろうな。もうちょっと傷も直したい。作戦。おーっと、ここで出てきた地獄講師メスガキ。メスガキと悪ガキがなんか合わさったような感じになってる。そう、驚くな。怪しいものではない。もう全国怪しい選手権の決勝戦かってぐらいの見た目してるけど、お前ら怪しさの具現化みたいな格好で何言ってんだ。お互い様だよ。貴様が面白そうなワードをつぶやいていたので、少々興味があってな。なんでもねえよ。そんなことはなかろう。おからさまに何かを企んでいる気配だったぞ。企んでても教えるわけねえだろ。何なんだよお前は。これ、チレチレ。そんなことくらいで我が諦めると思うなよ。何をするんだ。なんかめんどくさいのに絡まれたな。出会っちまったね、君たち。イベントだ。時間に目が覚めちゃった。ああ、あるよね、その使いとったらさ、生活リズム狂っとったらさ。喉も渇いてるし、ちょっと飲み物を。冷蔵庫に何かあるかな。これはビールビールビール。こっちも銘柄違いのビールビール。ビールバカだな。奥にあるのはカップ酒。あとは調味料とおつまみのミックスナッツ。なんで冷蔵庫にミックスナッツの缶が。てかジュースでもあればと思ったんだけどな。仕方ない、水で我慢しよう。いい音するね。コップに水を汲んでから事務所のソファーに座り、水を飲んで一息つく。
けどこんな時間に起きても何にもやることが。地獄に落ちてきた時持ってたスマホもなくしちゃってたからな。テレビも全部のチャンネルがザーザーだし、暇つぶしになるものが何もないな。軽い息ため息をつき、さあまたソファーに座る。声を出さないでいると逆に落ち着かなくなる静けさだ。なんか知らない場所に一人でいるみたいで怖くなってきた、うん、いやまあ知らない場所に一人でいるんだけど、はあ、またため息をついて口を閉じると遠くで車が走っているような音が聞こえてくる。夜中に何の車だろう。え、何かありそうな気がするな。あ、コンビニに行ってみるのも。あ、なんだ、なんかコンビニの曲ってさ昔ありましたよね、有名な。さあ、親が寝たから何でもやりたい放題だみたいな。いやいや無理無理、怖い怖い、こんな時間に地獄を一人歩きとか。それに八代さんに夜は外出禁止令が出てる。ああそうなの。絶対に外に出るなって言われてるしな。まあ危ないからな、ほんまに。変なゴミとかに出会ってさ、うわーってなったらね。お風呂でも入り直そうかな。また脱ぐんかお前。お風呂で思い出したけど、今だと私とあの八代さんが一つ屋根の下で暮らしてるんだよ、ね、そうなんだよ。なんならさ着替えてるとこ見られたからね前。これはやはりとても危険なのでは。相手は鬼だし、何かされても何もできないということに。もしもの時の対抗策を考えておいた方がいいのでは。何、手錠でも持っとく。わあ、なんか腹が減ったし、食い物、確かカップ麺の買い置きが。なんですか、急に入ってこないでください。わ、びっくりした、脅かすなって。何やってんだともり、こんな時間に。やっぱり乙女を後ろから襲うつもりだったんですね。よー、はははは。わお、ミックスナッツ、ミックスナッツの大暴君やー。てお前ポケの中に食うもんあるやないかーい。うわ、なんだなんだ、言って、てめえ何の投げで言った。そんなこと誰も言ってませんでしたけど。言ってねーし、なんだと思う、痛い痛い。やはり豆は有効、よし。鬼だから、鬼だけに。なんで豆を投げてくるんだって言ってんだ。古今東西、鬼には豆と決まってる。鬼は外、福は内。訓練して出てってください。言ってーのは投げろ、おめえがバカ力だからだ。ああ、もうその缶をよこせ。最終兵器をそうやすやすと渡せません。俺はここにお前がいることも知らんし、ただカップ麺を食いに来ただけだっつの。落ち着いて缶を置けって。え、カップ麺。ゲームしてたら寝落ちしてしまって変な時間に目を覚めただけだ。で、腹は減ったから買い置きを漁りに来ただけなのに、なんで豆をぶつけなきゃならん。あ、そうだったんですね。ああ、床が豆だらけじゃねえか。その後片付けなあかんぞお前。とりあえず落ち着いてか。はい、エキサイティングしてすみませんでした。一緒に掃除まで手伝ってもらって。これがいわゆる俗に言うバトルドームってやつか。ああ、もういいって、なんか怒る気も失せたわ。てかこの豆どうするか。夫婦すではまだいけるか。お腹痛くなっても知りませんよ。不清潔やの。元はといえばお前がマックからだろうが、食べ物を粗末にするなっての。鬼に正論で諭されてしまった。いえ、現世ではそういう風習があってですね。風習だ。確か豆をまいて邪気を払うとかなんとか、特に鬼に特攻なんて話も。節分ね。なんだそりゃ、鬼に豆なんか聞くわけないだろ。もしかして現世とこっちじゃ鬼の認識が結構違うのか。現世だと頭がパーマでドラシマパンツで、うん、現世の奴らは鬼をバカにしてんのか。そういうことではないと思いますが。まあ完全なイメージですよね。まあいいか、俺はカップ麺作るからお前は部屋に戻れ。あ、それなら私も食べます。ったく、そんなだからつまめるお肉なんだよ。
つまめるお肉ムニーマン。ムニー言わないでください。ムニーマン、怒ったムニーマン、ズルズルしているムーニーマン。中に食べるカップ麺美味しいですね。それには全くの同意しかない。あれ、また車の音。今日はなんかちょこちょこ走ってるみたい。何、豆腐の配達やってる。地獄も現世と同じで四六時中働いてるんですね。ああ、俺らは清掃業とは違う、長関係の仕事かな。この時間は外出禁止令が出てるからよく知らんけど。ここに来た時に口を酸っぱくして言われましたが、夜中になんかあるんですか。そうな、夜は寝てるから気にしたこともないな。昔からそういう決まりってだけだし。いやでもそういう決まりってさ、何かしら理由があって決められるもんやけんさ、何かあるんだろうな、それっぽい理由が。やっぱり地獄ってよくわかんないところですね。なんだろうな、たまに夜にさ地獄の門が開いたりするんだろうかな。こっちからしちゃ現世の方がわからんけどな。さて腹もこなれたし、そろそろ寝直すか。ともり、お前もさっさと部屋に戻って休めよ。はーい、わかりました。おっと、なんだ今度は、ファイナルともり。なんか仮面ライダーの最終フォームみたいな名前出てきたぞお前。なになに、羽目を外した超威力の炎の剣。うわ、すごい、すごそうな技出てきたんで。振り下ろした範囲を焼き尽くす、すごそしてやつしろも一層スキルが手に入った。範囲攻撃手に入ったで、ようやく。よっしゃ、いいね、範囲攻撃でかいで。